韓国が買った F-35A 戦闘機で問題が次々と発生しているらしいよ。その中でもバードストライクの修理費は本体超えとも言われているね。日本ではそれほど問題は発生していないのに、どうして韓国では相次いで問題が発生しているのか気になるところだな。今回はそんな韓国の F-35A 戦闘機事情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国空軍では米国ロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプを40機保有しているんだけど、イラン・イスラム共和国放送が解説したニュースサイトパーズ・トゥデイが2022年10月8日に配信した記事によると、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったと批判したと報じたよ。さらに与党である国民の力のシン・ウォンシク議員がパーズ・トゥデイの取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回にも上る緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしている。韓国では5月に F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止された。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望している。2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたぜ。パーズ・トゥデイが反米であるイランのメディアということを考えると、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生しているのは間違いないね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、そのうちの1機に操縦電子系統の異常が発生したほか、3機の降着するための車輪すべてが作動しなくなり、春春南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である蘇山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。その際、胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して、どうにか無事に着陸を果たしたよ。そして、韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見当たらないとして、同パイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した。基地消防隊の迅速かつ正確な措置のおかげであると自画自賛の発表を報じたぜ。その上で韓国空軍は当時の降着装置の故障に関して、F-35 の事故としては初ケースであるため製造元であるロッキード・マーティン社の協力を仰ぎつつ原因を調査する。それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、先ほどの審議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったんだろうな。この事故の原因に関しては後日、バードストライクが原因であると明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突し、その衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことにより、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したと発表したよ。2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体に関して損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまったことが判明し、修理にかかる費用はロッキード・マーティンから1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額は新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近く、韓国側からはこの機体を修理には出さず、そのままモックアップなどの訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に当てるなどが検討されたみたい。韓国の共食い整備は、これまでも F-15 系など、
他の戦闘機や航空機においても広く実施されているが、実は F-35 の運用において、そうせざるを得ない理由が韓国にはあるぜ。F-35 の胴体下部のステルス塗装などの修理メンテナンスは米空軍の極秘事項であるため、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その拠点は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の3カ所しか設置されていないんだよな。もちろん韓国に一番近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工業に設けられた MRO&U だが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってから、その露骨な反日姿勢によって韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は自国空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否していたわけだ。それが故に胴体着陸で損傷した機体を日本で修理することができず、修理するのであれば整備拠点のあるオーストラリア、イタリア、アメリカのいずれかに運ばなければならず、そうなると膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるだろうね。通常は他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させるはずだけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたと推測され、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新たに1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったってわけ。当時のイランメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、あくまでも韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを言って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があったのかもしれないね。実は2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際にも、F-15 系の製造元であるボーイング社が、このタイミングで韓国が20機調達する計画をちょうど進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったぜ。この時に関してはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの噂が流れ、その真相は明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他に上乗せで20機の購入予定をしていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのかもしれないな。また韓国では2022年5月、積極的に反日政策を進めてきたムンジェイン政権から日本との協力体制構築を目指すユン・ソンニョル政権への交代があり、それまでとは打って変わって親日政策へと方針が変わったらしい。特に翌年の2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだと言って韓国国内で形容することを堅くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことに関しても国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が起きていたぜ。そのようなこともあり、今後は損傷した F-35 の修理がオーストラリア、イタリア、アメリカまで運ばずとも、日本で実施する可能性があるとの見方が出始めているらしいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。太平洋戦争の終結とともに独立した朝鮮は、旧ソ連が代表するいわゆる東側と呼ばれた社会主義諸国と、西側と呼ばれる自由主義諸国を代表するアメリカとの間の駆け引きによって、北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国と韓国とに分断されたよね。そして、同じ民族でありながら互いに敵対することとなって朝鮮戦争が勃発したぜ。この朝鮮戦争は、北緯38度線を非武装地帯とする休戦状態が2024年の現在も続いていて、韓国にとって最も危険な敵性国家は陸続きで同族の北朝鮮であるという悲劇が継続されているわけだ。今回は韓国の潜水艦建造について詳しく解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、上述したことから韓国の国防上、重要であったのは陸上戦力とそれをサポートする航空戦力であり、大きな海軍を持たない北朝鮮に対する韓国海軍にとっては潜水艦などの装備は優先順位が低かったよ。それに比べると日本は周囲を海に囲まれた島国であるために、かつての旧日本海軍では世界でも高水準の潜水艦建造技術を保有しており、太平洋戦争後、新たに発足した海上自衛隊内ではその過去の遺産を生かして国内開発の、日本独自の国産潜水艦を建造することを待ち望むが上り次第に大きくなっていくんだ。旧日本海軍では太平洋戦争末期に、それまでの主力潜水艦であった水上航行を主体とした、いわゆる潜ることもできる水上艦という意味合いの河川艦に対し、潜航することを大前提として水中速力の向上を重視した潜高型と呼ばれる高速潜水艦である E201 型潜水艦を開発したね。この E201 型潜水艦は水中における高速航行性能を重視した水中高速潜水艦で、水中高速航走性能を追求するため艦隊における抵抗を極力低減するための設計がなされているぜ。船体及び艦橋は流れ船化設計がなされ、艦隊の外部で使用する様々な機器や偽装装備などの突起物は気筒式になっているかもしくは簡素化が図られたな。艦隊上部の注水穴や錨を収納しておくアンカーレセスなどには海水の流れを整えるための整流板が設けられ、それまでの潜水艦に水上艦と同様に設けられていた船体下部のビルジキールは廃止されたほか、海上攻撃用の砲などの搭載を止め、艦橋前後に設置された 25mm 単装機銃は潜航中には甲板の格納スペースに収容されるようになっていて、これらによって完成後の水中速力試験では最大速力19ノットを記録したよ。海上自衛隊ではこの E201 型潜水艦などにおける旧海軍の技術を活かしつつ、戦後にディーゼルエレクトリック方式の機関を持つ林尾型を開発建造し、そこから発展型の夏尾型、やや大型の大尾型を経て浅尾型につなげ、水中航行性能がより重視された完全覆から構造の類的型の艦型を持つ水中最大速力20ノットの渦潮型潜水艦を生み出し、さらに有潮型から春潮型へ大型化していき、1994年平成6年に部分単核構造で葉巻型の艦型を持ち、静粛性が高められた親潮型が登場したってわけ。そして、X 字型舵が採用された双流型からリチウムイオン蓄電池を搭載した現時点での最新鋭主力潜水艦である太平型へとつなげてきたわけだな。そのように潜水艦建造技術を発展させてきた日本と違い技術の蓄積が全くなかった韓国だったんだけど、北朝鮮海軍が中国海軍から通常動力型潜水艦を導入した上で、小型ながらも潜水艦の自国開発と建造を進めているとの事実に直面し、遅まきながら潜水艦の保有計画が立ち上がったよ。KSS-1 と名付けられたこの計画において韓国は、潜水艦を運用しているアメリカや日本の協力を得られなかったためにドイツの209型通常動力型潜水艦の建造技術を導入することとなり、ホバルツベルケドイツ造船 HDW21 番艦として張り保つサワチャンボコを発注し1993年に収益させ、その後の2番艦リ船と3番艦サイシゲル船の建造は艦隊ブロックを HDW に製造させて韓国のテウ造船海洋で組み立てる、いわゆるノックダウン生産方式で実施され、4番艦北緯以降を韓国でライセンス生産するという手順で潜水艦建造技術やメンテナンスなどの手法の習得を目指したんだ。チャンボ5級通常動力潜水艦は水中排水量1285トン全長56メートル全幅 6.2 メートルほどの小型艦で、機関方式にはそれまでの潜水艦と同じオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関が採用されたディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、当初18隻の建造が計画されたが9隻で建造終了となり、韓国海軍は次に同じ HDW 製で燃料電池方式の非対機依存推進機関 AIP が搭載されより大型の214型通常動力型潜水艦を導入するみたい。
韓国は旧跡の214型をテウ造船海洋とヒュンダイ重工業にライセンス生産させることによって、潜水艦の設計建造技術の習得を終えたとみられ、その後のトサンアンチャン補給の設計建造を独自で行えるようになったな。韓国が建造した214型の1番艦ソンオニルは水中排水量1860トン全長65メートル全幅 6.3 メートルと、チャンボ5級より一回り大型であるが、AIP を実現した燃料電池が潜航中に停止したり、スクリュー軸から発生する騒音が大きく問題となったために軸を交換したり、韓国メーカーがライセンス生産したボルトに欠陥があり艦橋と甲板をつなぐ部分が漏水するなどの不具合によって、旧跡の同型艦も含めて運用停止措置にされるなどの問題が発生しているぜ。韓国ではこのような経緯を経て2011年8月に、初の大型国産潜水艦として KSSIII チャンボコ3とも呼ばれる3000トン級の、トサンアンチャン補給通常動力型潜水艦を就役させたことを明らかにして、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、そして日本と肩を並べる潜水艦が建造可能な国家となったことをアピールしたよ。トサンアンチャン補給潜水艦バッチ1は水中排水量3800トン全長 83.5 メートル全幅 9.6 メートル喫水 7.62 メートルで、214型のソンオニエル級と同じく、機関方式には従来と同様の鉛蓄電池を使用したディーゼルエレクトリック方式に加えて AIP として燃料電池が採用されているんだ。ソンオニエル級では潜航中に停止するなど大きな問題を起こした燃料電池だが、トサンアンチャン補給に搭載されるにあたり大きく改良されたとされ、これまでのところ不具合が生じたといったような情報は明らかにはなっていないな。ソンオニエル級のパッチ1は2番艦暗部と3番艦深彩港の3隻のみで、続くバッチ2が2023年3月からテウ造船海洋で建造が開始されており、このバッチ2では従来の鉛蓄電池に変えてリチウムイオン蓄電池が導入されることになっていて、バッチ1以上の水中作戦能力と運用時間の向上が期待されているぜ。また韓国のメディの報道では、バッチ3が原子力潜水艦となる可能性が言及されているが、これについては韓米原子力協定などがあるために同国が原子力潜水艦を建造することは難しいとの見方があるな。そしてトサンアンチャン補給潜水艦の最大の特徴は、艦橋後方にミサイルの垂直発射システム VLS が6セル搭載されている点だぜ。この VLS には艦対地ミサイルが搭載されるとして、当初は巡航ミサイルの原部 3C が収容されるものとみられていたが、韓国のメディアでは原部 2B を元に開発された潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM であると報じられ、2021年9月15日には、最新 SLBM の原部44を1番艦とサンアンチャンホの VLS から水中射出する、試射が行われ成功したと伝えられていて、さらにバッチ2に搭載される VLS は10セルに増備される予定らしい。ただ、韓国が地続きの北朝鮮を仮想敵国としているのであれば、このトサンアンチャン補給のような長射程の弾道ミサイルを発射できる潜水艦は必要ないとされ、VLS が装備された潜水艦を保有するのは、日本を仮想敵国として意識している可能性を否定できないとする見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国では2022年5月に現在のユン・ソンニョル政権が誕生。それまでのムン・ジェイン政権の言ってきた新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却。ことに安全保障面ではアメリカへの回帰が明確になっているね。これに合わせてアメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、これまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かったな。でも実際のところはどうなんだろうね。今回は竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、確かに前ムンジェイン政権に比すれば、
現ユンソンによる政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるんだけど、それでもまだ排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生しているよ。今も韓国側が不法に占拠し実効支配を継続している竹島韓国名独との周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海上保安本部であるが、同本部によれば竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行したことが報告されたんだ。今回の件は2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘアン2000が実施したとされるね。この期間に当該の日本の排他的水域内において、この韓国の国立海洋調査院に所属するヘアン2000はワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船が無線による警告を発したというぜ。日本側の見解としては当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するように継続してヘアン2000への警告を行ったらしい。しかしこうした日本側巡視船から無線による中止の警告を結果的に韓国のヘアン2000は無視し、発見からおよそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったわけだ。海上保安庁の第8管区海上保安本部からの同事省の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へと抗議を行っているが現時点で韓国側からの声明等は確認されていないみたい。個人的にはこうした事態の発生に対し、海上保安庁が現場で情報を収集しその内容を各関係の省庁に報告、内容を確認した上で政府が対応を決定、外務省を通じて相手国、今回のケースでは韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じるな。しかし今に至るまで韓国側から、内容はどうであれ何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓両国の関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは到底思えないぜ。したがって韓国で2022年に現ユンソンによる政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ないな。そもそも今回も問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいよね。確か前回はこの国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、2022年8月に竹島の北東方面オスの海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなく、ワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施しているよ。さらにこの3ヶ月前の2022年5月にもヘアン2000は、ほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生の度に日本政府は抗議を行っているんだ。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、その点から推察するに韓国側としては竹島を実効支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とはみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、何ら有効な交渉にはつなげられていないぜ。
こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、先住の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いわけだ。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もあったが、今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫そこを事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思えるよね。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が、年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアはかつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から、反米親中を標榜する態度を未だ改めてはいないよ。その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかったんだ。実に定数48名の沖縄県議会で改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回ったね。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみにとまり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にもようやく中国の台頭を危惧しての、県政に変化を求める世論の高まりを感じさせたぜ。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日、能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のクアンデトデワンが海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した首都圏があったよ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられたぜ。非公式ながら韓国の軍人の一部からこうした声が上がったことは、当該の事象の発生後になぜそのような行為をクアンデトデワンが、P-1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が概ね正しかったことの証明だと考えられるわけだ。日本側では当時クアンデトデワンは北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかととの見方があったけど、この推察が正しかったことを示していると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。